なんかくれないの？え？なあ、ミヤチャラ。嘘でしょ？フォローナイト実況プレイやっていきます。前回は、これですね。アクノスっていうとこをちょっと探索して、結構探索できた。でね、この、ここだね。ここに、ダートマウス、上にあった町で、やたら調子に乗ってたやつが捕まえられてたのよね。なんか、囚われのみんなって、縛り吊るされてたから、まあ、そいつをちょっと助けようかなと思うのと、ちょっと助けれなさそうだったら、まあ、この下の方にね、ある、ここの左とか、右の方行ってないから、そっちをちょい探索する、みたいな、そんな感じでやっていきたいと思いまーす。今日も、よろしくお願いしまーす。さ、今日ね、だいぶこれ朝に撮ってんだけど、声どうかな、俺の。というのもね、まあ、マイク変えたのは前に言ったと思うんだけど、その、マイク変えた以外にも、俺結構その、あれなのよ。こっそりね、こっそりじゃないわ。だいぶ前に動画を出してんだけど、ボイストレーニングを、実は5月ぐらいから確かやってて、で、結構ね、頑張って毎日朝やってんのよ。まあ、頑張ってっていうか、単に朝起きた時に、なんていうの？手持ち無沙汰っていうか、別にボイストレーニングだから、手は動かしてても、声出さない時間があればさ、そのタイミングで、ボイストレーニングできるから、普通になんかその、派生練習とかだけはやってたんだけど、まあ、そんな感じでちょっと3ヶ月ぐらいは、今続いてて、っていうかなんだ、ボコボコじゃねえか、俺。あー、ちょ、待て待て。ボイストレーニングよりゲームトレーニングをしろ。マジで。ミスった。スーパーミスった、ちょっと。全然何も、なせてなかった、今。めっちゃボコられたな。いや、あんな強かったっけ、敵、このあたり。え、てか俺前、どんな感じでやってたかな？あ、結構ね、前から時間経ってるの、実は。まあ、これは単なる言い訳なんだけど。前に、この動画を撮ってから、結構前撮った時に、ハメ撮りというか、まあ、ハメ撮りというか、そこそこね、やってたから、だいぶ今回久しぶりに撮っちゃうから、ちょっと忘れているところは多いのね、どうしても。こんな、あ、そうだそうだ、暗いから、なんか明るくなるやつ？明るくなる、なんかそのアイテムがあったから、それをつけなきゃね、みたいなことをちょっと言ってたような記憶はなんとなくある。あ、で、この連続の回転切りの電撃は強いねっていう話をしてたのと、あと何話してたかな？なんか忘れちゃったね、全然。まあ忘れちゃったねって言っても、俺だけだから。動画を単に連続で見てくれてる方は、おそらく全く忘れてなくて、何やってんだこいつになってると思うんだけど。あ、こいつこいつ、この、今なんかやたらうるさいと思ったら、この下にいる。こいつが、なんかやたらとダートマウスっていう上の街で、生きてたのね。あ、ここ左行けそうだ、なんか。ちょっと待てよ。ちょっとボイストレーニングの話は、ちょっとやるわ。ちょっと待ってね。これで、倒してから。でね、その、ボイストレーニングを、とりあえず YouTube で、多分ね、5月ぐらいの動画に、リンクとかも貼ってんだけど、毎朝10分、これをやると、朝からバリバリ声出ますみたいな、そんなやつをやってて、まあ、シンプルにその、なんていうの、実況のためっていうのは別にないんだけど、なんかね、やっぱ実況しだすとその、声とかをね、ちょっと意識しだすようになるから、まあ、せっかくだったら、こんな時代だし、声がね、良くなれば、印象も良くなるんじゃないかって思ってやりだしてたんだよね。まあ、結局3ヶ月やってみた結果なんだけど、まあ、これあくまで私の場合ね、私の場合、全く変わってないですという気がしているんだけど、まあ、自分ではわかんないだけっていうのもあるかもしれないけど、うん、変わってないね、おそらく。マイクを変えたから、なんかちょっと、声の質は変わったかもしれない。いい方向か悪い方向かは知んないけど。ただね、地声がなんか、バリバリ良くなったかっていうと、あんまそうでもないかなーって気もするかなー。まあ、これは多分、トレーニングのね、方法は悪くない。それは、そのせいじゃなくて、俺が、ちゃんとやってなかったのよ、おそらく。これ俺が専門家じゃないから、専門家じゃない人がこういうこと言うのもどうかと思うんだけど、まあ、それも一つのいい、なんていうの？視点としてね、話しておくと、多分ね、ちゃんとやんないとダメだったんだと思う。3ヶ月間。俺は朝起きて、で、そんで、まあ、毎朝、だいたいこうなんかみんなやることあるじゃん。まあ、飯食ったりだとか、なんか顔洗ったりだとか、まあ、髭剃ったり化粧したりとかなんかいろいろあると思うんだけど、片手間でね、やっちゃうと、どうしてもその、なんていうの？その、ボイストレーニングじゃない方に集中しちゃうのよね。やってることが。てか、こいつ、助けれないな、やっぱり。
だいぶ左から回ってこなきゃいけなそうだから、ちょっと一旦諦めるか、こいつは。そうだね、こいつはちょっと一旦諦めて、基本で、諦めるけど、ちょっと、さっき死んだ俺の分身だけは取り返しときたいな。あー、ミスった。こっちじゃないでしょ。どっちだ、こっちか。こっちで死んだっけ、さっき。さっきどこで自分が死んだか、わかんなくなっちゃった。よいしょ、わあ、回転切り結構隙があるな。この辺りでやられたっけね。どうだっけ、ここら辺まで降りてきてやられたかな。いや違うな、ここは。やばいやばい、ちょ待て待て、降りすぎてる。あー、いかん。ミス。くそ、回復間に合わん、回復間に合わんよ。やばい、なんかボコボコにやられてる。なんだ今日ちょっと調子悪いな、久々だからかな、やっぱり。いまいちその久々だか、あれこんなとこあったっけ。やばいやばい、こっち行ってないとこだ。一旦だいぶ待て待て、だいぶ散らかってきたよこれは。左も行けるのね、あっから。じゃあそっちが正規ルートっぽいな。なんか一旦下に行って、でさっき死んだ時のあのゴーストを取り返しましょう。まずはよいしょ、出るか。よし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 、ここ結構いっぱい出てくるからな。油断してるとやばい。 OK。 ダメか。やばいやばい、こいつらやばい、こいつら結構やばい。何体出てくるのこれ。やばやば、マジか。あれこんなとこあったっけな。そんなにそっちからも。マジか、すげえな、これ。ちょっと、一旦ここで待機して、隙を見て。ほら、行け。一掃する感じで行くか、こうなればもう。うわぁ、お前行くか、びっくりした。やば。ちょっと、何気なく入ったけど、ここ結構やばいとこじゃないの。一旦ここの穴に入れておいて、で、やばい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 。回復しよう。よしよし。これいいな。この回復のこれでダメージ与えるっていうのも良かったな。ちょっと今更感はあるけど。まあまあいい、いい、いい。今更感とはいえ。降りる。よっしゃ。回転切り様様。オッケー。で、これでちょっとずつダメージも与えていく。で、ちょっと回復して、こいつもあと1体だったら強引に押し込めるでしょう。おー、危ね。こんなとこあったっけ？あ、これさっきのとこの左側か。あーはははは、なるほど。でも、お金がっぽりは美味しいんだけど、さっきの俺のソウルはどこに行ったんだ？助けれるか？大丈夫か？よっしゃ、助かった。おい、貴様のような間抜けがここで何をしておる。暗闇の中で錆びついた釘なんぞを振り回しょってからに。もう少しで我が輩に当たるとこだったではないか。もしそうなっていれば貴様の命はなかったぞ。助けてあげましたけど。我が輩は強靭なる像と世間に名の轟いた騎士である。我が輩の武器、断命の釘はこれまでに何百もの敵を倒してきた。貴様も立ち去らねばその犠牲となるぞ。助けてやったのに。なんだこの暗いトンネルの中で迷子にでもなったか。我が輩の知ったことではないな。外への案内などせぬぞ。我が輩の記憶力は抜群であり、もちろん道は覚えている。しかし我が輩は単独でしか行動しない主義なのだ。分かったら立ち去るがいい。なんかくれないの。嘘でしょ。マジか。なんだあいつマジで。ちょっとここで罵詈雑言の嵐をあいつに投げかけてもいいんだけど、あんまりそういうことしちゃうのもね、やっぱりモラルが疑われるからやらないけどさ、私は。お、なんだこれ。王の肖像。これはあれだね、コレクションアイテムの一つだね。王の肖像とかめっちゃ増えてきたな。これは一体本当に
何に使うもんなんでしょうか。おっと危ない。よしよし、しっかり丁寧に行こう。うん、丁寧に行こうって言ったけどあんまり丁寧じゃない。溜めて、溜めながら行くか。おーおー、はい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 。ん、ここに来たか。あーはははは、さっきのあれね、繋がってるわけか。上から下には行けるけど下から上には行けないような、そういう感じになってたわけね。あいつ助けた意味あったかな。それとも、まあ俺が思うに、単にアコであいつを助けて何もないってことはありえない。まずそれをやると、あのゲームシステム的に成り立たないというか成り立たないでしょ、当たり前でしょ、あんなやつ助けて何もなかったら。マジで成り立たないから、あいつを助けた意味はあるんだけど、その恩恵を受けれるのはまあもうちょっと後ってことかな。まあそういうこともあるんで、あんまりね、皆さんも人を助けてね、すぐに何ももらえなかったからといって罵詈雑言を浴びさせるのはいかがなものかと思いますよ。やっぱりすぐにね見返りが来なくても、いつかはまあ見返りが来るんじゃないかというぐらいの気持ちでいた方が楽ではないでしょうかね。いいか、もうなんか自分のゴーストみたいなやつ取らなくて、後で回収してもらえばいいか、回収屋に。ということで、こっちの左の方ちょっと行ってみましょうか。廃棄されたトラムって書いてるけど、なんだろうトラムって。まあその前にあいつはボスなのかどうなのか、一旦外から、こっから撃つか。何も反応してこないね。ちょっとじゃあ近づいてみて。あーまたこういうの来たね、センシティブ。うわー、これはなかなか別の意味でセンシティブ。あーあああああ、よいしょ、よし。んー、ボスではない、竜ボスでもないか、雑魚敵か。じゃあ、結構このホローナイトはあれだよね、その雑魚敵と中ボスの間ぐらいの微妙なポジションの敵がいるけど、そういう系かな。なんかキノコのやつとかね、あと盾を持った最初の方に出てきたなんかでけえやつとか、なんか最初一瞬ボスかなと思ったけど、実はよくよく戦って倒してみると後でも何回も出てくるような雑魚敵だったっていう、そういう感じの微妙なポジションの敵は結構いる。こいつもそんな感じかな。よいしょ。お？なんだこれ、なんか人工的なものがある。こんななんか画面の端っこというか、なんていうの？お口の方にあるね。お、椅子みたいなのがある。あ、なんか一番人工的な雰囲気がする場所じゃない？ここ。お？あ、お？何かが、どうにかなったけど、廃棄されたトラム。トラムってのは、この場所のことをトラムっていうのかな。ん？ここ行けなくなったってことは、あれ？戻れないかな？これひょっとして。戻れなくなったか。まあ嫌な予感がするね。とりあえず先に進むしかないか。ちょっと回復してこうか。ゆっくりとじっくりと行こう。焦らず煮込んでいきましょう、ここは。敵の行動をね、しっかり見て、ちっこいやつはジャンプしてくるから、そこが注意だね。これこれ。このタイミングを間違えなければ、そんなに怖くない。ここね。はい。で、こいつは、あー。こいつはしっかりと、その隙間に、おー、なんだなんだなんだ。うわ、うわ、うわ、しゃぶりついてくる気だ、こいつ。怖え怖え。あー、でもあれか。この今左上のさ、オーラみたいなやつあるじゃん。このライフゲージが6個あって、その左に。で、あのオーラが割れてるじゃん。ちょっと見えにくいかもしんないけど、暗くて。あのライフゲージが割れてると、本当は
マックスまで溜まるはずのオーラがマックスが3分の2までしか溜まらないのよね。だから回復がちょっと、まあ、最大マジックポイントが減っちゃったみたいな、そんな状態に今なってるから、ちょっと戦いにくい状態ではある。こうやってほら、ここのも3分の2ぐらいでもう止まっちゃうのよ、マックス MP が。だからいくら敵をこう攻撃しても、あっくそ、体力が回復できる限界があるというか、なんというか。来た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 、むしゃぶりついてきた。よし、おお気持ちいい、これいいな、連撃いいな、強い。わあ、だいぶボコボコにできる。あ、でここで間に合い、あ、間に合うんか、これ間に合えば結構ダメージも与えられつつ回復もできつつみたいな感じになるんだけど、やばいやばい、結構やばい油断してた、ちょっと油断してたと言わざるを得ない。よし、ここに一旦来て、ここで回復しよう。よし、 OK、 これでダメージ与えれる。うわー、よし。だからボイストレーニングもね、しっかりやれば多分効果はあると思うんだけど、片手間でやっちゃうとどうしてもね、その筋肉とかをこう意識して使わないとあんまり効果が出ないから、普通の筋トレと同じだと思うのよね。普通の筋トレも結構その、例えばあのマシンとかで、あの胸の筋肉とか、あとまあ太ももとかを鍛えるときって結構その部位を意識して、で力を入れたりとかする感じじゃん。あのむやみやたらに負荷だけ上げてもあんまり効果はなくて、結局その鍛えたい部位を意識して、でそんでこう弱い負荷であっても効果的にその場所に効くようにしていかないと、まああんまり効果が出ないのと同じだと思うのよね。結局あの低体も筋肉の一つだと思うからさ、まあ専門家じゃないから詳しくは知んないけど。だからね、まあ、やるならもうちょいちゃんとやればよかったなという気もしなくはないけど、まあせっかく3ヶ月やったから、やり方はなんとなく身についたし、まああと習慣もそこそこついたから、トラムの乗車券、あ、これはずっと欲しかったあれじゃないのか、ひょっとしてトラムの乗車券って、ハローネスト内を走るトラムの障害乗車券、購入する場合は大量のジオと王の許可が必要となる。はあ、障害乗車券、おお、無料のフリーパス、お年寄りがバスに乗るとき持ってるようなあれか、すごいねこれは。でおそらくこれは俺の予想なんだけど、トラムってのはこの交差路、忘れられた交差路っていうのがあって、そのここね、ここになんか電車臭いのがあるってだいぶ前に俺言ったような気がするんだけど、こいつに乗るものじゃないの。もしそうだとすると、すげえぞ、この行けてないマップの左側、これ今左半分ぐらいはこうそこそこ埋まってきてんだけど、右半分がほら全く埋まってないじゃん。ここに行けるってことじゃないの、ひょっとしてね、この乗車券で。おーやべ、ちょっと行く場所がめっちゃ広がってきたぞ。若干左側あの行く場所がなくなってきて、そろそろ実況的にも困ってきたなみたいな感じにはなってきたんだけど、いやまああんまり実況のことは考えてないんだけどね私。よっしゃ、これは、いやでもこれどうやって戻ればいいんだろう。まあ、あまあ最悪戻るときはあのリセットすればいいという裏技はあるんだけど、ここちょっとここやりにくいな。ああ、いけないことはないのか。ほらほら、これこれ、こういうのがトラムなんじゃないの、なんかモノレール臭い、これさ。あ、これは？あ？あれ、今何がどうなった？あれ、わからんけど、あれかな？右上が閉まってたかな？最初。うん、まあいいや。行こう行こう。これはでかいね。ここ来たのよかったな。よし、じゃあ今回は、ちょっといい感じだったね。だいぶん進んだ感じがする。っていうか、
なんか落ちてんだけど、まあ崩壊してるのか。結局この王国は崩壊してるらしいから、まあ、あ、そうか、これがあのトラムが通り抜ける穴みたいなもんか。あー、じゃあこれがあれなのね、結局。ここのトラムみたいなものが通り抜けるこのでっかい穴というか道があるから、ここが、まあ言うなれば東海道みたいなもんなのね。いや、でもだいぶなんかちょっと謎に迫ってきたというか、先が見えてきたね、今回。バッと先が広がったような感じ。はい。ということで、今回は、この、暗闇の巣を探索して、で、さっきの調子に乗ったね、やつを倒して、まあ何ももらえなかったんで、張り倒してやろうかと思ったんだけど、まあ、後に何かくれるでしょうということで、ちょっと活かしておいてやったっていうのと、あと、でかかったのは、左側に行って、乗車券とやらを手に入れたんで、この乗車券を使って、次回、新しい場所をね、せっかくなんでちょっと見に行こうと思います。この暗闇の巣をもっと探索するっていうのもあるけど、せっかく乗車券手に入れたんで、新しい場所をね、もっとガンガン探索していきたいと思います。この忘れられた交差路から右に行くと、果たしてね、どういう世界が待ち受けているのか。次回、よろしければお楽しみにしてください。それじゃあ、動画面白ければ高評価、低評価、コメント、あとチャンネル登録の方お待ちしております。バイバイ、また次回お会いしましょう。